日置市日吉にある松田忠之さんが経営するギャラリー頑固で、今鹿児島や宮崎の人形展が開かれています。樽水や調査、重富など県内各地の土人形のほか、宮崎の佐渡原人形など100体余りが並んでいます。いずれも土の素朴な温かさと色彩が魅力となっていて、会場には多くの愛好家が訪れています。この土人形展は今月30日まで開かれています。またこれとは別に、ギャラリーの隣の建物には、松田さんが全国を旅して集めた2000体余りの人形も展示されていて、こちらも無料で見ることができます。撮影は鹿児島市のふるさと特派員尾形義輝さんでした。